こんばんは。駒沢大学の三船でございます。本日は大変貴重な機会をいただき、渡辺先生、高畑先生をはじめ、日本国際フォーラムの皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。高畑先生から本年度の報告については、これまでのメンバーと今年からのメンバーと、 認識を共有するようにと伺っておりますそこで本日の報告ではレジュメ1ページで示した5点に関して私の中国の捉え方についての認識を共有させていただいたりご指摘をいただき認識を近づけたりできればと存じますよろしくお願いします国際関係論におけるリベラリストはアナーキーな国際社会において 自然発生的に協力関係が形成されると楽観的に考えるわけではありません協力を可能とするための何らかのメカニズムを作ることで国際社会における協力関係を築くことが可能になると説いていますしかし現在の中国にはこの協調のためのメカニズムを探ることが非常に難しいと言えますしたがって これから3年間の研究プロジェクトにおけるアプローチは、リアリズムによって分析していくのが最適といえます。レジュメ1ページに主要な3つのリアリズムを分析したミア・シャイマーによる表を示しました。ウォルツの防御的リアリズム、構造的リアリズムは、現在のユーラシア地政学を分析する指針にはなりません。 レジュメの2ページに次期アメリカの安全保障担当大統領補佐官に指名されているジェイク・サリバンの昨年来の考え方をいくつか書き出しましした。しかし大統領選挙中の7月にバイデン次期大統領が中国は競争相手ではないと口を滑らしていたことを考えますと人間性リアリズムと攻撃的リアリズムの どちらがベテアなのかは2021年を待たないと現段階では決めがたいと言えますレジジュメの3ページに移ります次にこれから3年間のプロジェクトで皆様と共有していきたい2つ目のポイントは一帯一路の捉え方です一帯一路とはお友達間、すなわち ネットワークを拡大しながら中国が主導する人類運命共同体すなわちパクスシニカを追求する構想であるという認識です一帯一路を提起した中国は共に話し合い共に建設し共に分かち合うと歌い共にという言葉を際立たせることで中国の外交理念を 国際的コンセンサスとして体現させようとしています。日本のメディアの多くは一帯一路のことを巨大な経済圏構想と喧伝し続けています。しかし一帯一路は単なるユーラシアにおける経済連携や経済圏の建設だけにはとどまっていません。うん、一帯一路をめぐり中国は経済であれ 社会であれ発展という言葉に焦点を合わせ沿線諸国の発展戦略とのドッキングの推進を打ち出していますそれと同時に発展路線の選択の多様性すなわち政治体制の多様性を相互に尊重し各国の国情に沿った発展路線を探るように各国を促し政治的相互信頼 経済的融合文化的包摂による利益共同体責任共同体運命共同体を共に築き世界の政治経済秩序中国主導のグローバルガバナンスの構造へ変えていこうと中国は繰り返し強調しているのです。一一帯一路は、レジジメ3ペーのの枠の中に示した、 5つののコネクティビティィビ構築を推進していま一帯一路は経済回廊の共同建設に伴う5つのコネクティビティの形成により中国共産党と中国が中国主導のグローバルガバナンスにコミットしその形成を中国が主導していこうとしている構想です一帯一路には中国と同じ規格のインフラを広げ複合型 インフラネットワークを形成し管理することで将来的にデジタル経済人工知能 AI ナノテクノロジー量子コンピューターなど先端技術での協力を強化しビッグデータクラウドコンピューティングスマートシティ建設を推進し21世紀のデジタルシルクロードを築くことにつながります。それはは経済領域にとどままるものではありません。 国境をまたぐ光ケーブル網の構築を推進し、国際通信の接続性を高め、大陸間海底ケーブルプロジェクトの計画を策定し、衛星情報のネットワークを構築することで、安全保障領域において中国が有利に活用できることを目指しています。うん、一帯一路は債務の罠をもたらしています。 債務の返済に行け詰まった国が債権国の中国に対して融資を受けて建設した港湾などのインフラ権益を中国に渡したり軍事的な協力をしたりするケースが指摘されています。今年のコロナ禍における G20 金融世界経済に関するサミットで途上国への債務返済猶予措置が承認されましたが G20 から猶予される公的融資の およそ3分のののを占めているのが中国からの融資です一帯一路関連プロジェクトに融資を行う主要機関は中国の政策的貸し付けを行う国家開発銀行と中国輸出入銀行ですが中国は従来国家開発銀行などの国有銀行による融資を民間機関なので対象外と主張し 途上国救済の枠組みの対象外としてきました今年の G20 サミットでは中国は公的債務の返済猶予を認めるにあたり同等の条件で参加することを民間債権者に強く奨励すると合意しましたが中国による途上国融資の多くが隠れ融資との見方もあります一帯一路は途上国における 中国の覇権を強化する政治的手段になっているのです、うん、では三つ目のポイント中国と習近平のタイムラインに話を移しますレジメの三ページをご覧ください西暦と主なタイムラインと習近平の年齢を示しています、うん、まず中国の大きな国家目標である 二つの百年を確認してください。一つ目の百年とは、小康社会を完成させることを目標にしている中国共産党の創立100周年、すなわち2021年です。二つ目の百年は建国の100周年、すなわち2049年です。この二つの百年のタイムマラソンの中で、豊かで強い国を目指すのが中国の夢。 と呼ばれるものです。習近平政権が掲げる中国の夢とは、総合国力を増し、中華民族の復興と国家の不況、豊かで強い国になることを目指すことです。つまり、アヘン戦争以来の屈辱の歴史から巻き返し、中華民族の偉大なる復興を遂げることこそが、中国の夢の歴史的任務である と習近平は考えているのです。その意味で、2つの100年マラソンによる中国の夢とは、不況大国への国家プロジェクトといえます。中国の夢を実現するためのタイムラインで、日本人が警戒すべき点は、そのプロセスに軍閣路線と領土拡張,する拡張主義が組み込まれていることです。中国は総合国力の向上のために、 軍事力の現代化と拡大を図っており、中国の軍事大国化とそれに伴う傍聴主義は、周辺諸国の安全保障上の脅威になっています。中国はかつての新朝の反途、勢力範囲というものを国際法を遵守しながら取り戻そうとしているわけではないのです。力によって現状を変更する、力によって、 国境線を変更することによって勢力圏を獲得しようとしているのです。次に、中国製造2025が示した3つの重要年を確認してください。中国製造2025これはドイツが提唱するインダストリー4.0と 並び紹介する無責任なな報道が少なくありませんしかし中国製造2025は中国版インダストリー4.0と呼べるものではありません。中国製造2025とは中国が3ステップで製造大国から製造強国への転換を目指す産業発展に関する指標です。3ステップとは 2025年までの第1段階で製造強国入りをし2035年までの第2段階で製造強国の中東レベルに達し2049年の第3段階で製造強国のトップクラスに躍り出るという戦略目標です。中国の「中国製造2025は」はイノベーション力デジタル化 国産化、この三つをキーワードにし、レジュメにしました十分野の産業重点産業で発展を提起しています。では、ここで皆様に伺います。もし皆さんが中国共産党の交換と仮定するならば、皆さんは中国の夢を語るとき、その達成に台湾統一を、 深まないなんてことが考えられるでしょうかないですよね。もしもアメリカと肩を並べる大国になり、西太平洋を中国の覇権のもとに置いて海洋大国になろうとするならば、太平洋への道を開くためにどのルートを確保しようとしますかそう考えますと、中国の台湾統一や尖閣脱出の狙いはもはや 歴史問題やエネルギー問題としてのみ語る時代ではないのです4つ目のポイントに話を移しましょうレジジメ4ページに移ります4つ目のポイントはユーラシアの地政学を考えていく上で2027年をいかに位置づけるのかという問題認識です先月10月26日から29日にかけて 中国共産党第19期中央委員会第5回全体会議いわゆる「五中全会」と呼ばれる重要会議が北京で開催されました五中全会では来年からの5カ年計画と2035年までの長期目標の策定が行われましたこの「五中全会」について私は次の2点に注目しました第1に 後継者が確定されなかったということです。これまで江沢民と胡錦濤は鄧小平によって最高指導者に指名されました。習近平の場合には10年前のご中前回において党の軍事委員会副主席に就いたことで胡錦濤の次が習近平であることが確約されたのです。しかし今回はポスト習近平のお披露目がありませんでした。 そこで、ポト・習近平が習習近近平平自身であると予測されます。習近平が腐敗撲滅キャンペーンを展開し腐敗の名目の下で多くの敵対勢力や抵抗勢力を粛清し時には自殺という処理もしてきたことを考えると習近平は簡単に引退することはできません。つまり、中国の習近平も、 アメリカのバイデンのように、トップリーダーとして集大成を82歳に設定しているというわけです。五中選会で注目した2点目は、2027年をいかに捉えるのかということです。五中選会は国防について、国家の主権、安全保障、 発展の権益を守る戦闘能力を向上させ、2027年の県軍100年の奮闘目標の実現を確保すると提起しました。この2027年の県軍100年の奮闘目標の実現を確保するという提起について、この2027年までに、習近平は力による台湾統一を設定しているのではないでしょうか。 というのはアメリカ軍が2027年をめどに政策と戦略を転換しているからです。例えば今年3月アメリカの海兵隊のバーガー総司令官が戦力デザイン2030を公表し今後10年間で目指す方針を示しました。そこでは戦力構成を抜本的に見直し対中国戦略にシフトする姿勢を鮮明にしています。 ただしこの報告書は意見聴取のものであって確定したものではまだありません。またバイデン次期政権の外交・安全保障チームについて現在では民主党内の左派勢力の反発によって国防長官が明らかになっていません。有力視されていたミシェル・フォロノイ元国防次官であれば米軍の方向性が大きく変わることは ナイトの予想が報道されています2020年選挙における民主党内の左派の躍進を考えるとあくまでも方向性の話になってしまいますアメリカ海兵隊は2027年までに対艦ミサイルなどを装備した海兵援軍連隊 MLR を3体創設して沖縄と グアムとハワイに設置することにしました。すでにハワイでは1体目の編成が始まっています。沖縄とグアムに設置する予定についても、2027年までに完全な運用体制が整う見通しだとバーガー総司令官が明言しています。MLR、海兵沿岸連帯、これは、 長距離対艦ミサイルや対空ミサイルを装備し有事の際には島し部に分散転換し展開し陸上から中国軍の艦艇を攻撃しアメリカ海軍による制海権の確保を支援するのが主な任務となります。そのような米軍の戦略転換が完了する前に中国共産党としては台湾に対する行動を完了したい。 という意味で2027年が目標期限に設定されているのではないでしょうか一方14億人以上の人口を抱える中国は途上国として初めての高齢社会へ突入しようとしています2025年には高齢化社会から高齢社会へ移行し2027年には年金の積み立てがピークになり 2028年をピークに人口減少へ転じ、2035年に国家年金基金の積立基金が底をつき、2036年には超高齢社会へ移行するとの予測も出されています。安全保障問題と中国の年金や養老問題で、また社会福祉問題を合わせて、この2027年問題を考えるならば、 ユーラシアの安全保障は近い将来に、一つの大きな転換を迎える可能性が低くはありません。それでは、結びに入っていきましょう。中国は、中国との対立を前提とした地政学的な戦略概念であるトランプ政権のインド太平洋戦略を、協力イメージのある、 地形学的なアジアジ太平洋に変更させたいようです。トランプカラーを薄めたいバイデン政権のアメリカはインド太平洋の名称は少なくとも変更していくことになるでしょう一方ミッシェル・フロノイの人事が公表に至れていないアメリカ国内の政治事情を考えますと米中関係が好転しないまでも 中国には現在よりもベターな環境になると、そのような可能性が見えてきています。現在のユーラシアでは、中国により有利な環境に動いています。レジュメ六ページをご覧ください。レジュメの真ん中に示した表で、東南アジアを真中派・中間派・ 強硬派の3つにグループ分けをしようとしましたが、現在、対中強硬派はいません。南シナ海で問題を抱えていても、経済的に中国への依存を強めている東南アジアでは、コロナ禍の現在、中国にとってより有利になっています。アジアにおいては、地政学者のロバート・カプランが説いたように、 フィンランド化に向かっているとは第二次世界大戦後にフィンランドが独立国家でありながらソビエトの強い影響下に置かれ国家としての主体性を著しく制限されたという解釈に基づいて隣接する大国の意向に政治的に隷属する国家になってしまうという比喩的な表現です。 レジュメ7ページに示したようにユーラシアの他の地域においても中国の対外戦略にとって有利な環境が続いていますユーラシアの各種の情勢については討論の時間にお話しさせていただければと存じますご清聴ありがとうございました